校西口海斗高校ミラクルビートはリードオフ DJ リードオフ Run it。 どのシーズンでもいけてる理由はこのリーズン。瞬間シュートならばいつでも瞬ってこと分からせるだけ。5番の目の外から鳴らす音レペゼンならば神くぜちょう。ラッパーならば使えよああいうえよ。俺がアンパンマンバイキンマンでハヒフヘホー、yeah. 一瞬かし飛ばしたのが命取りだぜ。俺はもうフラフラでも歌うことはやめねえ。いや、それがラッパー本物だぜ。本物の勝ち上がるのが UMB だろ。京都ずっと見てきたもん。俺が背負って変えてやんだ全部。 Hey yo 収録勤務でしっかり働いて俺が重要人物になるだけ。いや俺だって11時から7時まで近所のスーパーのダイエーでレジ打ちずっとしてんねん。いろんな客来るわ、変なおっさんも来るわ。その中脳みそでずっとフリースタイルしてんや。いやどっちも本物やろ、フェイクなんてない。当たり前、ちょっと音ずれても構わない。そういうところで俺はずっとかましたい。あんたもヤバいラッパーだって知ってるよ。いやお前が仕事中にしっかり歌詞を書くように、俺もずっと歌詞を書き続けてる。寝るのは深夜2時、いつも寝ずの作業で電書バトなんか飛ばさねえ。俺は曲で示してるぜ。俺の生き様全部証明していく。しっかりと仲間を全員背負っていくってな。そしてビートにうまくはめる。俺が笛吹きはめる。背中についてこい。終了。 OK、 それでは勝者を決めましょう。先攻西口海斗がヤバいと思ったやつ。いや、オッケー。高校ミラクルがヤバいと思ったやつ。うん、もう一回聞くぜ。どっちかに両手。先行西口海斗、高校ミラクル。オッケー、まずはミラクル。それではジャッジの方に行きたいと思います。 Ready ジャッジ。勝者ミラクル。いや、西口海斗にも大きな拍手。